北上ラジオは秋田放送で2007年4月から2019年3月まで放送されていた昼のワイド番組。放送時間は月曜日、金曜日13時15時55分。エリア中市内にある秋田市にぎわい交流館 AU。毎週水曜日に同館内のサテライトスタジオから公開性放送が行われている。2007年4月2日に 同年3月まで ABS ラジオで放送されていた昼の生放送、午後は WinS の後継番組としてスタートし、開始当初は前進番組、午後は WinS のコーナーをそのまま引き継ぎ放送していた。2017年4月3日に放送10周年を迎え、2018年10月26日に放送3000回に到達。2019年3月29日に、 エとが一回りして、足掛け12年の放送に幕を下ろすことになった。様々な話題やコーナー、音楽、リスナーから寄せられたメッセージ紹介などで構成される生放送番組。番組の合間には、ラジオ中継者、ラジパルによる街頭中継が行われた。毎週水曜日は、秋田市中通り一丁目のエリア中市内にある、 秋田市にぎわい交流館 a u 1階のサテライトスタジオから公開性放送を行っていた。その他の曜日は秋田放送本社のスタジオから放送。2009年4月3日まで2009年4月6日から2011年3月まで2011年4月から2013年度2014年4月から2017年10月、現在2019年3月の番組終了時。 一部コーナーは番組ブログまたは ABS ポッドキャスティングにて配信されている。放送終了のお知らせ2019年3月1日、アブスラジオツイッター吉村は新人研修があったため4月からではなく6月から担当。それまでは坂井と石井が交互に担当した。関向きが2017年5月頃から体調を崩し、 十分にいけないことから代打として使っていた佐藤由紀をそのまま起用した期間がある金曜側はワリーガッタナー以前放送していた火曜側は石川美子が登場 ABS キャラクターのヨンちゃんが印刷されているクリアケースであるが背面に対してヨンちゃんの後頭部が印刷されているのでそこにワリーガッタナーが何かしらの落書きをマジックペンで書き込んだものとなっているまた 余白部分には、酒井穴のサインも書き込まれている。ゴールデンラジオ今日のワンシーンによりごく上ラジオ、堺井真矢、2017年5月22日放送分、ブログで、花歌ヒント、嘘よ、次、を並べ替えると、卒業。卒業となり、翌週29日の放送で正式に、コーナー終了の旨が発表された。 堺マヤのブログホットモッドで花歌1から2017年8月7日、掲載、堺マヤのブログホットモッドで花歌132017年11月6日、掲載2016年現在は、平日11時45分11時50分に、独立して放送。ありがとうございます。